ダイヤ・サファイア、プラチナゴールドリング。まず第一印象は、その中央にある透かしがスッキリとしている。それで、ショルダーの方に伸びるフェースは、繊細さを兼ね備えながらも、アールデコのようなスッキリとした印象です。また、通常こうしたプラチナゴールドのリングは、 ダイヤモンドだけのリングが多いのですが、このリングは珍しくサファイアが使われています。透明感のある澄んだサファイアです。よく見ると、その仕事もすごく綺麗です。周囲はすべてミルうちが施されており、ミルうちの状態もほとんど摩耗がなく良好です。小さい粒々がよく見えます。 さらに、サファイアからショルダーに向かって伸びる線が2本あり、そこにも細やかな見口がされています。綺麗な見る打ちですね。うん。なかなかここまで細やかに作ってて、状態も良い見る打ちのものっていうのは、ヨーロッパでも、この同じ台のリングでも10個に1個というぐらい少ないと思います。 ダイヤモンドはトランジッションカット、キューレットのない、えー、オードロピアンカット、いわゆるキューレットのあるカットと、えっ、ー、と、現代モダン、モダンブリリアントカットの間の時代のもので、オードロピアンカットに近いんですが、キューレット、底面がないカットです。で、リングの構造は、プラチナフロント、ゴールドバッグ。よく横を見ると、プラチナの板と、 ジュアチキ金が合わしているのが分かると思います。この辺なんかを拡大してループで見ると若干隙間がこう、そうですね、ここ見えるような感じで手でプラチナとジュアチキン金合わせるということが分かります。シャンクの内側にはメーカーズマークと、えっ、ー、と、18カラーとジュアチキ金の刻印が入ってますね。なかなかピントが合うのが難しいのですが、あ合いましたかね。はい。 ここに刻印が入ってますねこれはメーカーズマークですね横にこっち側に18金のエイィンカラットという刻印が入っています真ん中に刻印らしきものがあるんですがちょっと判別が小さくて難しいです アームの作りもェースから自然に融合するようなデザインでおしゃれですね。中和式のところでつないでいます。フェースもちゃんと丸みを帯びているので平らではないので自然に指輪全体に馴染んでいます。このリング本当かっこいいです。なんというかこうつけててすがすがしい。うーん こういうスタリングはなかなかないと思います。スクリーンの細かさとか、プラチナフォントゴールドバッグっていうと、まあ20世紀初期エドワーディアンの頃によ思われるのですが、ちょっとデコのようなスッキリとしたデザイン感覚を持っていることから、僕の見解ですと1920年後の指輪ではないかと考えております。なんというか、 石だけが主役というわけではなく、石が指輪に融合しているというか、デザインを活かすために使われているという指輪です。かっこいいです。ぜひご検討ください。